つも屋台ってこんなに出るんですね。篠崎さん見てください。すみません、あのつい思わず。お家の人は？わかんない。一人でよく頑張ったね。やっぱり迷子だったみたいです。向こうに迷子受付がありましたよね。はい。見てよ豊さん、あの二人まるで子連れ夫婦じゃない。小さくて可愛いその娘。子供みたいにはしゃがないでください。